6月8日月曜日、大嫌いな雨の降る中、福岡ヤフオクドームを目指し北上を続ける赤塚。タイムリミットの6月14日まで残り6日。勝利級の旅リターンズ、九州北上のルートを説明しよう。まず鹿児島空港を出発し熊本まで北上。今年はここから長崎島原へとフェリーで渡り、佐賀を通って福岡入り。ドームデーが開催される6月14日までにヤフオクドームを目指す。なお旅の道中、衣食住など全ての出費はホークスが勝った時のみに支給される勝利給3000円で賄わなければならない。この日の午前中に熊本からフェリーで長崎島原入りした赤塚。九州に上陸して8日、およそ180キロ歩いたことになる。聞いた、島原地元民に聞いた。すごくお腹いっぱいになるご飯屋さん、まるまるうどん。すごいです、量が半端ないです。すごいすごいすごい。で、ご飯と漬物おかわり自由です。うまうま。体が資本、一寸先がどうなるかわからないこの旅において、食べられる時にはしっかり食べる。体力がないと始まらないのだ。シャドウをピッチングするような感じでちょっと。おお、違うでしょ先生。旅の75日目、この日も午前中は投球練習に精を出す。いきます。来る6月14日ドームデー、目標は120キロ超えだ。ここから佐賀へ進む最短ルートは、島原半島を海沿いに北上し、堤防道路を渡って太良町を目指すルートだ。ここから堤防道路スタート。やばい、始まりますよ。もうがっつり道路なんすね。うわー、やべえ、すごいな。長くないっすか。厳しい。マジかよ。なんか橋っぽいイメージだったんですけど、なんかもう河原の河川敷っていうんですか、あの土手みたいな。そんな感じなんですね。片っぽはもう土手みたいになってて、まだ 1.6 キロっす。九州に上陸してからは連日の長距離移動に睡眠不足。それでも頑張れるのはただただ皆さんの応援のおかげだ。どうもで行きます。嬉しい。見てくださってるのを実感できた感じがします。で、みんなもう120キロだよね、120キロだよねみたいな。で、急がなんね、急がなんね、急げ急げみたいな皆さん言ってくれるんで、それがなんか頑張るなって思いましたし、嬉しかったです。頑張ってる人はやっぱかっこいいなと。頑張ってる人はかっこいい、入りました。あとは頑張ってる人はかっこいい。頑張ってる姿見てたらもう超もうかっこいいみたいな。ありがとうございます。何やそのガチ怒った顔は。さ、イカつくわマジで。今日絶対来る、今日絶対来る。もう昨日からスタンバってました。もう休みの日だ、俺の休みの日だ、やった。会える、会えると思って。結局この日は佐賀県に入る一歩手前、諫早小長井町の小柳さん宅に泊めてもらえることに。この日はご親戚の家族も集合、にぎやかで楽しい時間を過ごさせてもらいました。旅の76日目。ありがとうございました。
すいません、じゃあ失礼します。失礼します。ありがとうございました。気をつけて。ありがとうございます。いやー楽しかった。来ました、佐賀です。佐賀ですよ。入っちゃいますよ。よーし、勝利級の旅リターンズ、いよいよ旅も大詰め。果たして去年のリベンジ120キロ超えはできるのか。これはやってれば、皆さん大きな拍手をお願いします。果たすか。ダーっていうかさ、間に合う？日曜日までにヤフオクドームに着けるんかね。